こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテたいなら恥をかけという話をさせていただきたいと思います。で、モテたいんだったら、まあ、わざわざ恥をかく必要はないんだけれども、この間も言いましたけれども、モテたいのであればやっぱりチャレンジの数が必要なわけなんですよね。数やっていくとやっぱりね、こう石田ね、西さんも言ってたように、500回振られたことがあるっておっしゃってたんですね。ってことは500回以上チャレンジしているっていうことであって、チャレンジの数っていうのは勇気の数なんですよ。なので失敗の数も勇気の数であって、失敗イコール恥では全然なくて、それはこうすごくいいこと。たくさんチャレンジしてっていろんなことを分析できて、いろんなタイプを知ることができて、いろんな女性の気持ちを知ることができたっていうね、そういう勇気にしていただいて、今後の糧にしていっていただきたいなと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーのお友達を募集してます。私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではそう、この間面白い職業の人に出会いまして、でその職業ね、なんかこう AI を使った会社の方だったんですけど、今後ファミレスとかもなんかこうおしぼりが出てきたりとか、そういうのがこう人間がやるんじゃなくって、この AI ブブブって出てくるようになるんですって。だからやっぱりこれからコミュニケーション能力、そうやってどんどん仕事がなくなっていって AI 化したり、してなかなか、ね、人件費っていうのを削減していくところがね、すごく多くなってくると思いますので、ぜひコミュニケーション能力、人間でしかできない力っていうのを磨いてね、皆さんも、楽しんで、人生楽しんでいただきたいなと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。またさーん